じゃあ2戦目はなんだっけタイトル。意思疎通ゲーム。意思疎通ゲームやりましょうか。イエーイ。やるぞー。やるぞー。おめえらやる気あるかー。あー、なんだなんだ。じゃあ中野君説明お願いします。あの意思疎通ゲームとはあのみんなのね3人の言葉をあの一緒にしてあの同時に同時にじゃなくて123ってこう123ってリズミカルになんかこういう感じです。絶対わかんねえよ。これカットでお願いします。絶対わかんねえよ。これカットでお願いします。使いで決まっとるだろ。では最初のお題いきます。黄色い食べ物の3文字。え、じゃあ誰が1、2、3いく。じゃあ私、1いくわ。じゃあ2。黄色いものだよね。いくぞ。せーの、ば。な。ゲームのキャラか、お前は。バナン。RPG のキャラじゃねえかよ。え、ちなみに何だったの？レモンだ。コーン。そっちか。あ、レモンか。生きていく上で必要な3文字。急に広くなったな。ね、俺順番変えようや。ちょっとやだ、なんかちょっと順番変えてみる。え、ちょっとちょっと変えようや。ちょっとじゃあ中野ち1番いく。ないよ。じゃあ俺3文字いこう。じゃあ私2文字でいく。2文字難しいね。2文字目難しいね。せーの、か。うね。かんめカンメ。カンメ。私う、ね、私う、ね、俺ね。え、え、中野っち何だったの？家族。おわおわ、イケメンかよお前。ほんまかっこいいな。俺そうやって答えときゃよかった。家族だろ。家族だろ。イケメンかよ。なお前ら。え、ゆきちゃん空気小学生かよ。いや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 、君たち空気ねーとやばいよ。いやいや、空気は大前提じゃん。すごいことになるからね、空気なかったら。ちなみに野田ちゃん、お金。ああ。ああ、現実的だね。私もちょっとそう似たってだったのに、ね、お金か、空気か。お金か。空気はちょっと入ってなかったら、全く。思いついたのが1個あるんだな。マジ？カップラーメン食べるのに必要なもの。え、2文字しか出てこへんわ。2文字しか出てこんな。何文字？俺何も浮かばないんだけど。お湯。いや、さっきのでいいや。言っちゃうのね。せーの、か。か。し。カップラーメン食べます、カカシでってどうなの。ちょっと聞いてこ、聞いてこ、聞いてこ。中内何だったの、まうん、え、普通に火薬だろ。ああ火薬でしょ、普通にカップラーメンでしょ。火薬でしょ。じゃあとりあえず、ゆきちゃんはお金。いや、じゃあマジで結構考えて、うう食べるために何がいる、コンビニとか出てきて。買いに行くのね。買わなきゃみたいな。買いに行くんだ。買わなきゃみたいな。ちなみに俺お箸。カップラーメン以外にも使えるやんけ、そんな。使うやんけ。じゃあどうやって食うんだよ。え、待って待って、どうやって食うかって言い出したら絶対お金でしょ。絶対火薬でしょ。いや、お金でしょ。どうやってそのカップラーメン仕入れてくんだよ。もらうのか。違うだろ。違うだろ。もう違うだろ。皇帝じゃん。ゆきちゃんが買いに行って、中内買いに行って、俺お箸で食べるみたいな。
それこそ肯定じゃん。いや、これ面白いな。はい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 、思いついた。はいはいはい、オッケーオッケー。この3人の共通点。共通点。そう、もうこれがなかったら出会うことはなかった。すごく大事な3文字ですよ。いきますよ、じゃあ。いきますよ。もう決めよう、これは。はい、これで決めても。よし。決めよう。これで決めよう。いくぞ。せーの、な。え。と。ダメじゃん。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、動画高評価ぜひぜひよろしくお願いします。他にもおすすめ動画がたくさんあるので見ていってくださいね。